はい、皆さんこんにちは。都の城乗り物チャンネルでございます。今ですね、動画を先ほど1本撮ったんですが、まあ、ちょっと合間にですね、ちょっとまあ、ちょっとお話というか、まあ、雑談でもしようかなと思って今ビデオ回してます。まあ、お題はですね、最近ですね、なんていうのかな、YouTube、まあ、私も見るんですけどね、まあ、自分で投稿もするんですけど、まあ、割とヘビーに見るんですけどね、サニージャーニーっていうYouTuber の方がいらっしゃってですね、まあ、知ってらっしゃる方は知ってらっしゃると思うんですけどね、もともとはですね、なんか軽キャンピングカー、軽自動車のキャンピングカーで日本全国を旅するという、まあ、そういう感じの、まあ、動画だったんですけど、まあ、カップルというかですね、まあ、今現在ご結婚されてらっしゃるみたいですけどね、まあ、ちょうど結婚される前にですね、去年の11月ぐらいにその、まあ、女性の方の方がですね、病気が発覚したんですね。まあ、その病気がですね、膵臓がんのステージ4というですね、非常にまあ、ヘビーなというか、まあ、かなり、まあ、深刻な病気だったんですけどね。で、まあ、それで、なんていうのかな、まあ、動画で、その、治療費とかのためにですね、クラウドファンディングを、まあ、やるということで、やったんですけど、まあ、なんかそれがいろいろなんか炎上しちゃってですね、で、なんか今はクラウドファンディングをやめて、なんかオフセっていうのがあるのかな、なんか、まあ、要は同意してもらった方がこうお布施的な感じでこう支援するようなシステムがあるんだと思うんですけど、まあ、なんかそちらをやってらっしゃるってことだったんですけど、まあ、何かとね、いろいろ炎上してるみたいでですね、でここにですね、もう一人くだまき小僧っていう、まあ、YouTuber の方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方が、まあ、サニージャーニーのその病気の件とかを取り上げてですね、まあいろいろ、まあ動画を投稿してらっしゃるみたいなんですけどね。まあなんかいろいろ病気が嘘なんじゃないかとか、まあ膵臓がんのステージ4で、通常だったらもうそんなに活動とかできないのに活動してるとかですね。なかなかまあそういうふうないろいろ、まあ、これで動画見てもらった方がいいかなと思うんですけどね。まあ、なかなか、ね、病気が難しいですよね。まあ、なんか、だからその、サニージャーニーという方もですね、まあ、いわゆるその、軽キャンピングカーで、まあ、日本全国を旅するとかいう、そういう風な、まあ、動画というか、チャンネルだったんですけど、まあ、いつの間にか闘病系の、チャンネルになったみたいなんですけどね。だから今一つなんか、闘病系になってないというか、まあ、闘病系になってないというか、まあその治療の報告とかはね、いろいろするみたいなんですけどね。まあなんかその辺の生活ぶりとかもね、なんか、いろいろそういうのを批判する人がなんかいるみたいなんですけどね。まあけどなんか昨日かな、今今日2月25日なんですけど、昨日の深夜見た動画で、サニージャーニーの動画見たんですけど、まあ、いろいろ診断書のこととか、治療のこととかについては、ちゃんと説明はしてましたね。で、なんか抗がん剤治療するのに、こう、CV ポートって言ってから、ちょうど、この鎖骨の下あたりに、こう、ポートを埋め込んで、そこからこう、抗がん剤の治療をするような、そういうのもちゃんと見せてたので、まあ、病気はね、病気には間違いないかと思いますけどね。まあ、これね、なんでいろいろやっかみとか批判の対象になってるのかなって考えたんですけど、まあ、おそらくね、いきなりクラファンとかね、やっちゃったのがいけないのかなと思うんですよ。まあ、ちょっとどうしてもね、お金が絡んでくると、やっぱり、って思うところはありますよね。だからもう全然、その、クラウドファンディングとか、そういう、ね、そういうのをせずに、もう純粋に、闘病系の、まあ、動画にしてしまえばね、
良かったんじゃないかなと思うんですけどね。まあそこに尽きると思うんですよね。まあ本当はなんていうか、私は別に疑ってるとかね、そういうのは全然ないんですけど、まあ批判もね別にするつもりもないですけど、まあ強いて、まあ、なんでそんな風にね、いろいろ炎上とかすることになっちゃったのかなって思ったらですね、やっぱりお金かなって思うんですよね。まあ、ここお金出さなければね、よかったのかなと思います。またその、まあ、彼女の方が水木って言うんですけど、まあその相方の、まあ、旦那さんの方が浩平さんって言うんですよね。まあ、浩平さんは働いてないとかですね、まあ、そういうのもあったんですけど、まあけど、YouTuber、ね、動画投稿でまあ、一応それ働いてることになるんじゃないかなとは思うんですけどね。なんかまあいまいちこうね、なんていうのかな、まあ、YouTuber っていうのがそんなに職業として認知されてないのかなという感じはするんですけど、まあけどもともとね、チャンネル登録者数が6万人ぐらいいらっしゃって、まあそれでもすごいんですけど、まあその病気を公表したというか、まあ、闘病系に変わったということで、結構ね、20万後半、26万人か27万人かですね。まあそういう感じで、視聴者の方が増えてるんですよね。で、結構そこまで登録者数がいて再生回数も伸びればですね、まあまあ YouTube でね、かなりの収入が得られるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、あと治療もですね、いわゆる標準治療するのであれば、日本の場合は、まあ、保険とかに、普通の国民健康保険とかあんなのに入っていれば、まあ、毎月の、費用は固定されて、まあ、ね、治療も受けることができるので、まあね、そんなね、お金はね、いらなかったんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思いましたね。まあ、要は、最後ざっくりまとめると、まあ、要は闘病系するんだったら、お金のことは何も言わない方がいいかなと、まあ、そういうふうに思いました。まあ、これ見てらっしゃる方もです、もし興味があれば、まあ、全然宣伝とかじゃないですけどね、まあ、サニージャーニーさんの、チャンネル見たりとかですね、下巻小僧という人のチャンネルとか見たりするといいのかなと思いました。ということで、この動画をおしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。